ちょっとちょっと、あんた聞いたわよ。せっかく購入した玉を手放すんですってね。相変わらずの情報の速さね。一体どこから嗅ぎつけたのよ。母親の情報も甘く見るんじゃないわよ。しかもあんたたち家を建てるそうじゃない。お母さん何も聞いていないわよ。ちょうど理想の土地を見つけることができてね。だから玉を賃貸に出して一軒を建てようと思うの。手放すって賃貸に出すってことなの？うん。そしたら家賃収入を新築ローンの返済に回せるでしょ。あ、言っておくけど同居なんてしないからね。お母さんの部屋なんて作らないよ。はっ、誰が娘の家に住むもんですか。私はいずれ息子ちゃん夫婦の家で同居するんだもんね。はいはい、そうですか。あんたたちが家を建てるのは別にどうでもいいのよ。それよりもタワマンについて話があるの。え？せっかくのタワマンを他人に貸し出すなんてもったいないわ。だからそのタワマンは可愛い孫に譲ってあげなさい。え？孫ってお兄ちゃん夫婦のゆうやくんに？あんたから見れば甥っ子ね。ゆうやくんも来年からは大学生。関東の大学に進学するつもりだから、その時のお家を探していたのよ。まさか進学先のお部屋に私たちのタワマンを？ええ、その通りよ。タワマンならセキュリティをバッチリだし、祖母としてゆうやくんを安心して送り出せるわ。いや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 、大学生にタワマンなんて立派すぎるでしょ。貸すにしても家賃20万くらいのお部屋だよ。そんなのバイトしてもゆうやくんには出せないでしょ。ああ？あんたまさか可愛い孫から家賃を取ろうって言わないわよね。え？あんたから見たら可愛い甥っ子よ。もちろん無償で貸してあげなさい。は？悪いけど甥っ子に譲るなんてありえないからね。私たちも新築費用としてお金が必要なの。タワマンは絶対に賃貸に出すからね。なんでよ。あんたもあんたの旦那も稼いでるんだからこれくらいいいじゃない。おばとして甥っ子にプレゼントしてあげたいと思わないわけ？1ミリもないわね。まあ、なんて冷たい娘なのかしら。あのね、あんたがそういう冷たい人間だから、あんたのところにはいつまで経っても赤ちゃんがやってこないんだよ。は？ろくに孫も産めない出来損ないの娘のくせに、可愛い甥っ子にも尽くせないなんて信じられないわ。そのことと不妊のことは関係ないでしょ。そういうのいい加減にやめてよ。うるさい、この親子者め。子供ができないあんたたちの老後はどうせいずれ甥っ子に任せるつもりでしょ。ならタワマンの一つくらい別にいいじゃないの。何よそれ。私たちは老後を甥っ子に頼ろうなんて少しも考えたことないわ。勝手に決めつけないでよね。実際子供がいないんだから将来通りにするのは事実でしょうが。いい？あんたのタワマンは絶対に孫の裕也君にあげるんだよ。分かったわね。あんたに拒否権はないんだからね。ちょっとゆか、あんた孫の裕也君になんてことしたのよ。せっかくタワマンの下見に行ったのに追い出したんだって？追い出すに決まってるでしょ。貸さないって言ってるのに我が物顔で彼女まで連れてきた甥っ子よ。家具家電も全部置いていってねとか言い出すし、ブチ切れて追い出してやったわ。お母さん言ったわよね。あなたのタワマンは孫の裕也君に譲るの。子供もいないんだから、おばとして甥っ子を可愛がりなさいよ。お母さんは孫を可愛がる前にお兄ちゃんのお嫁さんでも可愛がっていなさいよ。なんですって？念のため兄嫁のゆずさんに連絡したわ。勝手にお母さんが関東進学だとか決めつけて困ってるって。ゆるさんまた愚痴ってたわ。まだ嫁姑止めで戦い続けてるんだね。まあ、ゆるさんたらまだ文句言ってるの？あの人ったら大事な孫を地方の大学に入れようとしているのよ。今時は関東のおしゃれな大学を出た方が絶対にいいに決まってるの。そのおしゃれな大学に学費がいくらかかるか知ってる？お母さんが援助するならまだわかるけど一切しないんでしょ。そのくせゆずさんにパート3つも掛け持ちしろって言ったみたいね。恥ずかしい姑はもうやめてよ。恥ずかしいのはあの嫁の方でしょ。子供にいい教育を受けさせるのが親の義務。それを地方の安い大学で済まそうなんてそっちの方が恥ずかしいわ。ああ、ここまで孫フィーバーが続くと困ったものだよ。とにかく私はタワマンを譲らないし、兄嫁のゆずさんもゆうやくんは地方大学に入れるって言ってるからね。なんですって？全部自分の思い通りになると思ったら大間違いよ。どうしてもタワマンを与えて関東に進学させたいなら全部お母さんがお金を出してあげなさい。キー！何が私の思い通りよ。私の思い通りになったことなんてあんたたちのせいで一度もないのに。え？孫も産めない出来損ないの娘め、嫁も嫁よ。
二人目は作らないって言うし、あんたたちのせいで私は孫一人で我慢するしかないのよ。お友達の夏美ちゃんはもう五人も孫がいるのに、あんたたちのせいで私は寂しい人生なんだからね。いや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 、お友達との張り合いに私たちを巻き込まないでよ。うるさい、私に文句があるなら孫の一人でも産んでから言いなさい。どうせ孫も産めない不良品ならもう一人息子を産めばよかったわ。あんたなんて生まれてこなきゃよかったのよ。はあ、何よそれ。大人になって稼げる娘になったのはいいけど、ケチで仕送りもしてくれないし、可愛い甥っ子にも貢がないし、あんたなんて産むだけ損したわ。何ですって。子供も産めないあんたの遺産はいずれ甥っ子が相続してあげるのよ。なら今のうちに多分譲ってあげたっていいじゃない。私今度子供産むから。え、面倒だから出産後に報告しようと思ったけど、私妊娠したの。長年の不倫治療のおかげでね。え、広い一軒を建てるのもお腹の子供のため。だからタワマンを賃貸に出すの。いずれは可愛い実の子の財産にもなってくれるからね。ちょっと待ちなさい、妊娠って本当なの？あったの？本当に子供が？あなたのお腹に？うん、大切な命がお腹にいるわ。甥っ子に冷たい人のお腹でも赤ちゃんは来てくれたみたいね。やったじゃないの、ゆか。そういうことは早く教えなさいよね。教えたくなかったからね。それで性別は？もちろん男の子よね。いつ生まれるの？ねえねえ、男の子ならソータって名前はどうかしら。生まれるのは今年の秋頃。性別は女の子だし、名前は私たちがつけるから。はあ？え？はあ？なんで男の子じゃないのよ。本当に使えない子供だね。孫は可愛い男孫しかいらないのよ。女孫は可愛くないなら可愛がらなくて結構よ。元からお母さんが何も期待していないから。母よ、ぬか喜びさせるなんて本当にお前は親不孝者だよ。こうなったら絶対にたまは孫に譲らせるんだからね。覚悟しておきなさい。は？言うことを聞かない娘には強行手段だよ。あんたに子供は必要ないの。黙って可愛い男孫にたまを譲るべきなんだからね。階段からよろけて落ちたんだって。お腹の赤ちゃんは大丈夫かしら。何がよろけたよ。お母さんと甥っ子のゆうやくんで私を突き落としたくせに。ああ、証拠もないのに変なことを言わないでくれるかしら。突き落とした理由は大体わかってるわ。私の子供がいなくなれば溺愛の孫にタワマンを相続させられると思ったんでしょ。本当に実の親とは思えないわ。ちょっとちょっと、勝手な憶測だけで話を進めるのはやめてくれないかしら。階段はあんたが勝手によろけただけなんじゃない。ほら、あそこの歩道橋って一通りがとても多いし。しらじらしいわね。でもあなたたちにとっては残念だろうけど、お腹の子供は無事よ。それとタワマンも無事に借り手が決まったから。なんですって。これで諦めてください。お母さんたちの思い通りには何一つならないんだから。ふざけないで、何勝手に脳の話を進めているのよ。あんたたちが暴走するからどんどん進めているに決まってるでしょ。私だってもっとゆっくり借り手を決めたかったわよ。借り手が決まったって、それじゃあ孫の優也くんはどうするのよ。関東のおしゃれ大学に通うのに安いボロアパートじゃかわいそうだわ。あんたがタワマン譲ってくれないならかわいい孫はどこで暮らすのよ。山奥の家を用意しました。え？なのでそこで暮らすといいと思います。え？おしゃれ大学以前に学年最下位の点数じゃ進学だって危ういわよ。だから兄読みのゆずさんに頼んで卒業後の進学先を用意してもらったの。ゆずさんに頼んで？それに私を突き落とした徹底的証拠写真、これもゆずさんに頼んで撮影してもらっていたの。甥っ子のゆうやくんが家から出た時からずっとつけてもらっていたんだよね。ああ、お母さん覚悟しておけって言うから覚悟しておいた結果だよ。それをもとに私は被害届を出します。そうなると二人は警察行き、それがいいなら示談金を用意するしかないわよね。そんな示談金ですって。そんなお金あるわけないじゃない。と言うと思ってゆずさんに山小屋を用意してもらったの。ゆずさんの遠縁の方がね、山で住み込みの作業をしてくれる方を探してるんですって。え、二人で仲良く働けばいいんじゃないかな。示談金は分割支払いにしておいてあげるからさ。ああ、それと住み込みとはいえ家賃食費は抜かれるからね。ゆずさんの登園の方にお世話になるわけだけど、もうゆずさんとは他人になるんだからね。ご迷惑をかけないようにするんだよ。あ、他人になるってどういうことよ。嫁じゃなくなるってこと。
ゆずさん、お兄ちゃんと離婚して親権も手放すってさ。なんですって？前々から我慢の限界が来ていたみたい。ゆうやくんの暴君ぶりも。それを甘やかして増長するお母さん、そして見て見ぬふりを続けるお兄ちゃんにね。嘘でしょ、そんな離婚って。それじゃあ私の老後はどうなるのよ。いずれ息子夫婦の家に同居して面倒を見てもらうつもりだったのに。山奥の家で大好きな孫に面倒を見てもらえないよ。示談金返済のためお母さん自身も働かないといけないけどさ。そんな、私もこれを機に絶縁するし、お兄ちゃん夫婦も離婚。よかったね、大好きな息子と孫と山暮らしできて。それじゃあ今から被害届出してくるから感謝して待っててね。待ちなさいよ、あのさすがにやりすぎたこと謝るわ。だから被害届を警察に出すのはやめなさい。それにゆるさんにも離婚は考え直すように伝えてちょうだい。今必死に電話してるけど繋がらないのよ。あー、もしかしたらもう離婚届出して不動産屋にでも向かってるのかな。うちのタワマンを借りるための正式な手続きあるって言ってたし。え、私たちのタワマンの借り手ゆずさんなんだ。ほら、セキュリティがしっかりしてるから安全でしょ。元旦那や姑、息子から追いかけ回されても安全。今までお兄ちゃんとお母さんから守ってあげられなかったから。家賃は特別に半額にしてあるの。一応私たちの子供が成人したら返却する約束でね。ゆずさんなら大切に暮らしてくれるのもわかるし、私たちも大満足だよ。そういうわけでお母さんたちは元気でね。山暮らしでその腐った根性を叩き直してくるといいよ。被害届を出すと予想通り母親と甥っ子のゆうやくんたちは示談交渉をしてきました。弁護士も入れた結果、示談金は200万。ゆるさんも離婚と同時に日頃の嫁入りに対して慰謝料請求を行い、その結果300万の慰謝料を支払うことになりました。合わせて500万の支払いのために2人は力を合わせて山で農作業を頑張っているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。